ご飯は3杯までお代わり中です。カレーは自分で好きなだけついてください。で食べるお客さんなんです。僕が食べるわけじゃないですか。美味しくて当たり前です。当たり前、当たり前です。5時50分の始発で、それのずーっと繰り返しです。ほとんどじゃあお一人でやられてるってことですか。ほとんど一人ですよ。なんでそんなにこう動けるというか。普通でしょ。これが普通ですよ。アスリートと一緒ですよ。動いてるんです。動いてると体が動くんです。朝早く起きて一生懸命頑張って夜遅くまで働くと全部閉まってるじゃないですか。閉まってます、閉まってます、全部閉まってます、閉まってます。今特に閉まってますよね。はい、全部閉まってるんですよ。 あそこだけ開いてます。これってだからお昼休みとかないでやってるわけですよね。あ、なんか関係ないです。関係ないです。はい、昼だろうが中間だろうが休みはありません。お客さんいつ来るか分かんないんです。お客さんは嬉しいですけど。いや、だってお客さんみんな違うじゃないですか、自分のお仕事と休み時間はね。はい、だからそれはこっちが合わせられないから向こうに合わせるだけです。休憩とかご飯しません、しません。休憩なんかしませんよ。だって休憩したことないですよ。お昼はどうされてるんですか。食べません。ちょっとこうなんかつまむとか。ああ、味見とか。味見はしますよ、お客様。はい、これはあの大事なことです。まあ、仕事ですからね。はい。じゃあ座ってご飯食べてるとかない。ああ、ないです。そんなことはない、しません。あ、女の子はします。もうそれはだってアルバイトさんにはね、何食べたいと思って、何々食べたいです。オッケー、分かった。つくづくチャージで、でパパッと作ってあげて、どうぞって出します。で休憩して、あ、ゆっくりした食べなさいって。そうですよね。休憩させてあげないと。喜んでます。おいしいの食べさせてもらってして。晩酌とかやんないんです。晩酌？お酒とか。酒、タバコ、かけごと一切嫌いですから。飲まない。嫌いです。やんないです。はい、だから僕が修行中、ホテルの修行中、嫌われました。お前なんで付き合わんで。付き合われて。いいよ。僕酒飲めないですから、勉強せんやつってやるだけ。いや、勉強せんって言われても好きじゃないですから。いかが強いですね。ただもう嫌われるんですね。いやいやいや、嫌われるってことはですね、殴られるんですよ。お前料理さんだよ、バシッって。あ、そういうところで、あの他のところでね、昔のね。ずっと貫いて、耐え抜いて、でもおかげでいろんなものが作れるような。ああ、いい勉強ですよ。ですよね。精神的に肉体的に両方強くなった。だから強いんです。いざね、一人でやるときね。だから強いんです。ああ、はい。守ってくれる人とかいないですからね。いません。一人ね、特に奥さん亡くなったから一人ですよ。一匹狼になりましたよ。もうだから負けることなく、もうお客様を大事にして、あとはおいしいものを作って出してあげると。一つだけです。ああ、これうまかったねー。それがあのすごく嬉しいんですよ。で知らない人はですね、来てから、いやすいません初めてなんです、あ、そうですか、どうぞどこでも座ってくださいって座るじゃないですか、はい、何々ください、はい、ご飯は3杯までお代わり中ですって、えっ、ね、そんな食えないすぎた。でカレーは、はい、これカレーどうしてあるんですか。あ、これご飯自分で好きなだけついてくださいって。で食べるお客さんなんです。僕が食べるわけじゃないですか。はい、いらっしゃいませ、こんにちは。いや、この場取ってても大丈夫。あ、取っても大丈夫ですか。はい、テレビに映ってる人です。あ、そうです、はい、もうじゃあ常連さん、はい、毎回常連さん僕長年の常連さん、もうお客さんじゃないの、はい、お店の人みたいな。お客さんです、お客さんです。もうだって何も言わず今ご飯自分でよそってますもんね。はい、もうよそってます。これはすごいです。
はい、どうぞ。ありがとうございます。カレーです。はい、早いです。一番長く好きなだけ食べてますね。はい、わかるからね。はい、仕事それでいいでしょうか。そうそう、まずお客さんをね、大事にしないとね。はい、そうよ、そう、お客さんが一番大事。お客さんが一番です。はい、やっぱね、いらっしゃいませって言われると、はい、ちょっとこう、会釈ぐらいしちゃいますよね。そうです。いやいや、こちらはいらっしゃいませです。白い顔してるよ、やっぱり言った方がいいじゃないですか。わかります。で、取るために言ってくれ、誰かが入ってくれる。はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。その時はお腹空いてなくて、はい、ごめんねと思っても気持ちに残ってるんで。いや、勉強センター来るじゃないですか。はい、何日かして来られますよ。来ますよね。はい、1回だけのお客さんと思って知らんかしてダメです。いらっしゃいませ。そうすると、いらっしゃいませ。また来た時に、帰ってから頭なんか残ってる。残ってる、残ってる。大将、なんか変な顔してたけど、頭になんかつけてたけど、楽しそうやな。で来るんです。声かけてる方がお客さんに残る。あ、一緒に残る。なんか他の飲食店の人にも聞いてほしい話ですね。そうですか。やっぱそういうお人柄が好きで来られるわけですよね、みんなお客さんは。まあどうでしょうか。まあほとんどはですね、なんか安くてボリュームがあってとか。ああ。はい、安くてボリュームはあって、でもね、お店の居心地悪かったら来ないですからね。はい、そうそうです。それはまあそうですね、やっぱり人間的にこう良くなかったら来ないですよ。人間的に良くなかったら来ないですよ。13年も毎日来てる人毎日来てる。オープン当時から、オープン当時からずっと来てます。あ、それは飽きたりしないんですか。お店の前で飽きたら来ない。ほとんど飽きてない。飽きてないんですか。少しずつ行動にしていってるんです。値段は変えてないんですけど、9月1日から値段変わる。100円。まあしょうがないですよ、これ材料が全部上がった。油から何から何か。うちのとこもある。いや、うちの女子は飽きないと潰れますよ。潰れますよ。そうだね、もうやっていけもんねって言ったら、お客さんに言ったら、お客さんもう上げて当たり前やろ、あんた上げんかったとねって今までって。もう100円と言わずにたくさん上げていいよ。いやいや、たくさんは上げません。生活、お店が何とかやっていければいいんです、ね。うん、そういう上げ方。おいしいんだから。今消費税がついてて650円。650円、はい、50円は消費税。あ、消費税は500円でも1000円でも全部75円とか80円とか90円とかある。もう女の子は計算するのに、あんまいいじゃん、カットして残りは俺が出す。いやー、それもね、もういや、お客さん負担せないじゃないですか。いや、残りは消費税の残りは全部僕が持つんやん。いやいや、そこまであげようと思わないですよ。すごい。いらっしゃいませ。よいしょ。これで入ります。フライパンに入るから。結構だけです。はい、バター、マーガリン。バター、ホテルマーガリン。ホテルマーガリン、ホテルソフトといいまして、マーガリンとバターのミックスがあるんです。
ございます。どうぞ。こんな感じですね。美味しそう。メンチカツ。あ、メンチカツです。メンチカツ。はい。で、ご飯と味噌汁は自由にどうぞ。はい、どうぞ。はい。サービスでついてくるってことですか？いっぱいついてくるんですよ。ホットかアイスが。これ準備するのも大変ですからね。いやいや大丈夫ですホテルでやってきた腕があるから料理は美味しいっていうのがなんとなく、うん、あの料理は美味しくなかったらダメです。美味しくて当たり前です。当たり前、当たり前です。美味しくなかったらおかしい美味しかって当たり前でお金がいただける。長く続けられる秘訣みたいなのってなんかこうありますか？長く続けられるというか、まず料理が好きなこと。ああ、作ることが好き。まず作ることが、いらっしゃいませ、おいしいカレーがあります、おいしい、はい、まず作ることが好きな人、料理を作る。はい、まあそうせないと飽きがきます。ごめんね、心の底から料理を作るのが、作ってお客さんに出すのが好きな人。あ、それができない人やったらもう続かない。長く続けたこと、それを最低第1番目の条件です。あとは作ってお客さんに出して、はい、お客さんが欲しいったらよし、また作っちゃろうという気持ちになるじゃないですか、はい、それがずっとずっと持続しながら毎日毎日やってて、そのやってることが今につながってます。それ以外にないんじゃないですかどうでしょうか。すごい。あ、ないと思うんですよ。いい、で、いい言葉です。いやいや、お客様にこう自分のできる限り作って、はい、で自分にもチャレンジなんですよ。自分が料理に対してのチャレンジです。じゃあチャレンジっていうと、その、うん、作ったものが毎回チャレンジです。同じもの作ってますけどね作ってるけどもチャレンジして、はい、そしてお客さん出して、お客さんの反応が返ってくるじゃないですか、はい、ここだと特に見えますもんね。はい、まずいとか、まずい、おいしいとか。だからお客さんが、大将おいしかったよほど皆さんが言われてますけども、はい、もう帰りがけに、おいしかったって、その言葉が嬉しいんですよ。で、あとは、腹っぱい食べてくださいって、うちはちょっと普通のとこと違うのは普通じゃないですねだから、もう帰りがけはもう腹いっぱいだったって、はい、それでいいんですよ。もう夜いらないみたいなおいしかった、また来るね、最高ですよ。あ、タイビッグタイヤのぼるを名前を付けるにあたって、うちのこのビッグタイヤのぼるのビッグはタイ焼きが30センチあったんです。はい、30センチのタイ焼きを一番最初作ったんです。大きいタイ焼きはからですね、はい、お皿にこれぐらい乗るような大きなタイ焼きを作った。で、その名前を考えたのはうちの奥様です、うんうん、で、僕はいっぱい考えたんだけど、彼女は一つだけビッグ、大きな、タイ、魚のタイじゃなくて、タイ焼きのタイ、はい、タイは名前が昇る。あ、だからですね。はい、で、これの運気がぐわーんと昇るという、あの、どうも、うん、幸運と開運だ、みんなこう来た人が良くなるんです。あ、それ全部のことをひっくるめて、あの、名前を考えたものに対して、今度僕は何を考えたかと、そういったものを考えて作ったんです。
が考えた名前です。でこれを由来は何ですかと聞かれたけど、テレビは全部のテレビ局に同じことを言ってます、うちの奥様が考えられた名前ですって。いやそれ僕が作った名前ですって言わないです。絶対それは嘘だから見てるもんだって、うん、見てます。そうですね、いますからね、はい、味と値段とボリュームですね。そうです。これはもう頭の中に入ってるからです。インプットしてるからこれ3つは買えないです。買えないですね。でお客さんが来てから、わあ美味しくてこんなにボリュームがあって伊藤ちゃん、いいんです、いいんです、それが売りですって、お客さんにちゃんと言います。それがここの売りなんですよ、だから大変な俺なんですよ。